ハロー、梅干しクエストです。みんな元気ですか？死ぬ途中の、動画の中で、後ろの、あんな開けパジャマが、喋ってくると思うんですけど、まあ、それはご注意くださいね。いい加減に家作るよって言われたんで、今日は真面目に家作るか、せめてその用意をします。聞き切りに行くんですけど、まあ、前回やったことを言おうと思いますね。前回はずっとこういうのやっていました。あと、おむよしの小さい像を作りました。家の横にあります。今なんで葉っぱしかだけ取ってんのは、取りやすくて、あとで踏み台、屋根作るときに踏み台として使うからです。だから木を裸にしようと思います。すっぽんぽんにな、すっぴんぴんにな。あ、すっぽんぽん、すっぺんぺん。はい、もう十分草取ってると思います。くっさ！あと横に、今、大好きの、あれがありますね。ポテト、タバスコ、マヨネーズ、ケチャップ、人の鼻くそ入れやな。あ、ちょ、待って。あんな開けパジャマ？絶対さ、あれ取らんといてや。俺の、ポテトチップス、タバスコ、ケチャップ、マヨネーズ入り、鼻くそ、人の鼻くそ入り。お願いな。オッケー。くっさ、鼻取れるわ。まあ、オッケー。階段あったあった。階段で屋根作りますんね。はい、そうですね。はい。人体の方の肺だったとこは思わなかったですよね。はい、屋根作っていこう。ですね。あれ、何下がんの？ちょっとこうですね。これ階段の温度得意じゃないですね。ね、うおう！しかもライフなくなるし、最悪や、上。へへへ。上のあの黒いやつ邪魔やろ。はい、できました。おばさんみたいな実況で、へっへひゅー。動いてます。うわ、下に羊小屋が見えるわ。あ、間違えた。豚小屋が見えるわ。豚しかいない豚小屋や。うん。マツコデラックスばっかりだな。うわ、これ空中浮いてるやん。もうこれ絶対空中浮いてるやん。よく見てみんや、足場。ほら。空中浮いてる。すごっ。まあいいや。屋根つく、うえ。ははは。豚小屋に落ちてしまった。あらまー。はい。あ、デザインになるんですかね？ならないよね。なってほしいな。よし、真剣勝負いくで。はい、できるだけいるわ。はい、えい！また豚小屋落ちたらめっちゃ恥ずかしいからな。よし、作っていこう。早送りー！早送りー！はい、カット！できました。いけね、二つだけね。いや、全部できたと思ったやろ。はっはっは。そんなに簡単に騙されない。かと思ってたのに、一瞬で騙される人じゃねえかよ。あそこの屋根が難しそうやな。よし、ありよう。ふん。うわ、ギリギリせえ。え、うわ！やっべ。え、ちょ待って、こいつマジで生きてんのか？アナキパジャマさん。お、うん。うん、そう思う、うん。たまに入ってきていいんだよ。うん。どうしよう。家逃げてるかな。うわ、ここ穴開いてる。いや、ブタさんが、目出してるね。あ、ポチ、やめろ！うぅ。ふっかーっ！すごいね、復活。生肉でも取ってこ。すごいね、復活。ポチ？見た？今の、豚。復活したよ？もう、ああ、ここか。いえな。もう、穴開いたままにしよっかな。穴開いててセンスがいいね。っていう人いらんかな。ちょうどこれが壊れてへんのがすごいわ。うわ、チェストが壊れてなくてよかったわ。
奇跡っすね、ポチ。最近クリーパー現れるって言ったやろ。こういう風にもう家が荒らされていくんですよ。あ、そうそう、言ってなかったんですけど、このワールドでは一番貴重なものは、アカシアです。アカシアの、木材が世界で一番、貴重であそこにあります。だって世界の中に10個しかないんです。だってアカシアの木がなくて最初のボーナスチェストでゲットしたもんなんで。まあ遅くなったけど、アナーキーパジャマ誰の名前とか自己紹介お願いします。僕の名前はまだありません。好きなものはフォーです。はい、やー、自己紹介言ってもらいました。まあこういうものだったんですね。うん、まあまあこういうものだったとは、まあ普通やな。よし、直しました。世界で一番重要なアカシアもちゃんと守れてるな。まあこの家結構暗いんですけど、あれ現れないのかな、ゾンビさん。あー、ガラス板置いちゃったな。よし、お休みしないよ。今回は月曜日から夜更かしみたいに、知ってる？これこれ。こんにちは、バイバーイ、こんにちはっていう番組ですね。つまり寝ずにパート3、4ずっと寝ずに行こうと思いますっていう意味。つまり今も寝れません。こういう使命なんで。ちょっと聞きにくいと思うけど、まあそれはちょっと今コンピューターが半分微妙に壊れてるんで、それは我慢我慢。よし、聞きに行くぞ。夜でチョコ坊主の前髪はポテロングですか？ね、アナーケーパジャマさんやったっけ？おい、おい、聞いてんのかよ。やっと動き出したな。ほんで、何してんの？どこ行くねん？おい、おい、おい、いるんかよ。出てけ。まだいるん？どこやねん、どこやねん、今度は。何してんの？2階なんもないで。くら。捨てた方がいいと思うで。ああ、ああ、ああ、うん、下行け。何やってんだろう、あいつ。穴開けパジャマ。おい。こっち庭やで。はい、閉じ込めた。扉開けることができないくせに。おい、何してんの？荒らすなよ。クソ、荒らすなよ。何プリってしてるけど、おい、何してんねん、おい。おい、叩くなって、おい、叩くなって、お尻ペンペンすんな、悪い子じゃなかっただろ？あ、死にやがった。もう一回現れたな。怪人！花目よ！どこや？よし、また現れるの。ん？どうしたんや？え？え？え、真っ暗になっちゃった。え、え、え、まあまあまあ。おー、出てきた、出てきた。何してたんや、お前。さっきまでプール入ってました！すいません！ついてこい。うん、うん、ついてこい。俺が、死への希望を持たせてあげるぜ。よし、今度こそ気を切りに行くぞ。穴開けパジャマ何でもしといて。家壊さんといてや。ただそれだ。家壊しましょうか。喋んの得意じゃないねんな。あんまり喋ってないぞ、この動画で。先当たった気。あー、暗い、何も見えへん。あー、動画にも何も見えへんと思うわ。何ここ、何も見えへん。あー、あー、よっしゃ、よっしゃ。よし、昼間なってきた。え、ここどこやねん。これ、思いっきり迷子やん。森の真ん中で。悲しい。よし、山のてっぺん登って見てみるか。どこか。あー、あっちやった、家。あー、よかった。家あったよ。よし、じゃあ戻ろう。意外と近かったな。はぁ、あ。結局はこうか。穴開けパジャマ何してるかな？穴開けパジャマ何してんの？
マクドナルドでチキン食べてました。最近新しいソース出たんですよ。なんとか言え。オッケー、まあいいや。どこや？あそこにいるわ。何してんの？チビゾンビ後ろによるぞ。何してんの？ガラスで叩いてたのか？おい、チビゾンビ。え、来んな来んな、来い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 、小さい、早い早い、来んな来んな。はーい。次は、あれやっていきますね。バトル。やったことないんで、ちょ、頑張っていきます。よし、この家めっちゃでかいな。こんな家にしたいね、俺の家。よし、行くぞ。戦いに、3人プレイでな。なにこれ、地獄じゃねえかよ。穴開けパジャマ？穴開けパジャマ、スキン変えたらしいな。どんなスキンにした？うん、まあ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 。ピリトくんも頑張れよ。絶対負けんからな。よし、俺の毒技の弓矢があるぜ。よし、弓矢があれば何でも勝てる。絶対負けないぞ。強いらしいけどな。お前絶対負けねえぞ。ピリットくんが来たじゃないか。帰れー。帰る。帰れー。帰りなさい。俺弓矢得意なんだぞ。なんで攻撃してこないんやろ。よし。どうやって使うん？ああやって使う。弓矢はわかるけど。まあまあ。リンゴ食べて。リンゴめっちゃあるな。リンゴ埋めないのな。矢は必要やな。料理した豚肉も取っとこう。弓は2つ。もしかしたらダメに。よし。俺、魚釣りの釣り持ってるじゃないか。まあ、俺は、どっか行っとくから、その間に逃げといてなオッケー、バブリー。見せかけて、トマトスープに落とすか。よしよし。まだ気がついていない。気がついてないな。よし、このノックバック付きの釣りで落としたら、は、俺が負けるわけない。ああ、トマトスープに落ちちゃった。ああ、幽霊なった気分やな、これ。おー、おー、おー、幽霊なってるなってる。穴キパジャマからどうしても持ってこへんな。よし、もう一回やっていくぞ。今度こそ負けないぞ。今度はこういう場所で。よし、穴キパジャマ、今度は戦えよ。今度こそ負けんからな。まあ、今回も鬼子みたいに俺がどっか行くから探しに来てな。探しに来るちゃうわ。まあ、破壊神やろ。俺は逃げるから。捕まえろよ。見せかけとくはなし、やらんから。大丈夫、大丈夫。やらん。うわ、あそこに寄るわ。何してんだろう。あそこに寄るな。よし。剣で。やめて。剣で、行け。剣で、行け。剣で、行け。おい。おい、アナーキーパジャマ、何してんの？剣持ってないもん。アナーキーパジャマ、何してんの？降りてこうへんやん。喋らへん人なんだな。おい。やめてって。あ、ただ叩き割るって。やめて。おい。あ、こっちへ来い。やだー。いや、見失ったの。どこにおったんやろ。アナーキーパジャマでも、ここ、しに行くか。やめて。頭叩き割ろう。なんでこんな骸骨か。ボロボロか。やっと喋ったな、アナーキーパジャマ。何してんの？上に殺しに行くからな。うっさいなぁ、おい。煽った。やめて、ほんとに。あー、見つかってるじゃん。ゴールドマン。うわ。あー、逃げろね。何してんの？お坊主の。え、逃げられた。大巨物くんがいっぱいいるね。やめて、やめて。ネギまで。よーし。叩いてる。あー、逃げろ！豚さんだよ！わかった、よし。では、チャンネル登録、コメントなどお願いします。今回はゴリラの歩き方でやってないけど、そこは許してください。では、チャオ。チャオチャオ。チャオチャオ。